泉だんじり祭りは大阪府泉市各地で行われる秋祭りの総称。泉市にはだんじりを所有する町会が35町、あるが池上町は明治末期の神社合祀の際に市神社を現在の泉大津市にある曽根神社に合祀したため同市の曽根、助松地区に所属している。令和2年12月の鶴仙台だんじり廃絶により、 いず市で栄光される段尻はすべて岸和田型の下段尻となった。旧、仙北郡、いず町及び北松尾村大ざ寺田に該当する。寺田町は平成13年まで松尾連合に所属していたが、工区の変更により、同14年から合総連合に移った。平成18年には、 黒鳥天馬宮天神社が、伊豆井上神社よりまたしされ、記念栄光が行われた。二日目の午後一時から四時頃まで、泉府中駅周辺で連合パレードが行われる。規模は、岸和田旧市地区の22町に次ぐ18町という、大きなものになり、泉府中駅前では次々とやってくる団りを見る、ことができる。旧、仙北郡篠田村及び八坂町に該当する。 篠田里の総宇治神である、聖神社に、全長宮入りする。篠田地区の隠し神社の合祀先である、篠田森屑範灰な神社には、宮入りしないが、合祀されなかった幸い地区の市神社である、八坂神社に、王子町と幸が、別途宮入りする。三日目の午後1時から5時頃まで、北篠田駅周辺で連合パレードが行われる。旧仙北郡北松尾村及び南松尾村に、 回答する。松尾谷の総氏神である春木、春日神社への神社合詞を実施したが、諸藩の事情から戦後にまたしされた。二日目の午後一時から四時頃まで、多くは泉中央店周辺で連合パレードが行われる。上記のほか南池田地区は騒動を起こしたため、大正時代には栄光禁止となり、北池田地区も死神社の山林。 春日神社が南池田地区にあるため見合りができず、両地区の団りは順次廃絶となった。現在は子供団りと呼ばれる小さな団りが子供会主催で栄光されている。横山地区の祭礼は、三越の都業が中心だが、子供団りも数台ある。毎年体育の日の前々日、前日の2日間、篠田幸地区のみ。 体育の日当日も含めた3日間行われる。ありがとうございます。